初代三遊亭三福二月三日から1907年九月四日は、明治期に活躍した落語家、本名、三橋亀太郎。父は、幕臣の家目付方、三橋道太郎と言い,い、本属若宮町二丁目に二百五十四坪の土地を、廃領し、二票票の六をはんでいた。その長男として生まれ五歳児に幼くして、両親と死別、叔父の家で育てられる。 遊芸に親しみ十二歳の時には、天グレンに加わり三味ミや踊りを器用に演じていた。その後、初代三遊亭一万立花門人となり一万、楽のので、赤坂万年亭で、初講座。後に、三遊亭三好に改名。1890年、二代目、柳屋小三門に移り同年九月、初代柳屋、小三座、さらに二代目、三遊亭窓科学門下で三学。 その後初代、三遊亭遊ぶ三門に入り参戦、三十八を経て、百九十五年五月頃に、初代三遊亭三福を名乗る。落語よりも大師小園優譲りの、捨ててこ踊りや、にょろにょろみゃー、よかちょろといった言葉等の、いわゆる陳芸で人気を集めた。三福はとにかく身が、軽くしなやかさは誰も真似できないほどで五番の上で、踊るなどの工夫をした。 だが人気絶頂時に神経を闇自分の郷里名古屋に、里帰りしてしまった。1905年10月頃から一層、狂気し、それを国妻が家出してからは病気は進行。師匠有三ら関係者の手厚い介護も虚しく、溶接した。当時の死亡記事は、三遊派の落語家仙台三福はかねてより精神に、異常の気味ありて治療中どころさ4日午後3時。 本塾横網町2の18自宅にて死去したり、浅草の本禅寺に葬られ、開名は、天神、現遊ぶ神事。ありがとうございます。